えー、皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日はですね、写真、動画等の撮影及び配信送信規定。こちらですね、2024年の9月2日に発表され、NPB からですね、発表された規定なんですけれども、こちらについて、えー、と解説していこうと思います。えっ、ー、と、現在ですね、いろいろな情報が出回っている中でですね、どういうふうに解釈すればいいかというところ、えー、お悩みの方、たくさんいらっしゃいましたので、こちらの動画作成いたしました。 でですね、えー、とこちらの動画ですけれども、えー、と文章をですねそのまままっとうに解釈するとどうなるかという、えー、ところを記載しております、えー、と実際の運用はですねそのまっとうな、えー、解釈ではなくてですね、えー、と特別な運用がなされる場合もあります どういうことかといえばですね、例えば日本国憲法第9条というのはですね、えー、の日本のですね、えー、戦力保持を禁止していますので、まっとうに解釈すれば自衛隊は NG ということになるんですけれども、まあ、実際は自衛隊がいるということで、まあ、あの真っとうに解釈するのと実際が異なるということはですね、往々にして起こり得ますので、まあ、そういった事態が発生する、えー、ことも想定されますが、今回まっとうに解釈したらどうなるかと。 というところをですね、説明する内容になってますので、その点ご了承ください。え今回発表された写真、動画等の撮影及び配信送信規定はですね、えー、と試合観戦契約約款というところの株規定になっています。 まあ概念図でいうと試合完成契約約款というまあ契約約款がそもそもありましてそれに付属してできているですね規定になっています適用期間2025年2月1日ということでえっとまあ普通ですねこういった契約とかですね規定っていうのはですね訴求というかえっと遡ってですね罰則したりっていうのはありませんので基本的に2024年のシーズンまでのですね動画に関して えー、こちらの規定が適用されるということはありませんので、えーまあ、2025年2月1日以降のですね、えーまあ、撮影と送信に関して、えー、この規定が適用されるという、えー、ことになっております。それからですね公式戦、オープン戦1軍、2軍問わず、えー、プロ野球すべての試合に適用されるということで NPB がですね管轄する試合に関してはすべて適用されるということになっています。 で今回この規定のですね、まあ、設定した目的というところを記載されています。まあ、長々書いてあるんですけれども、大きく2つ目的があるということです。 一つがですね主権者が有する権利、えー、および法益を適正に保護するというところです、まあ、この後の禁止事項を見るとですねこちらがですね結構メインになっているところもあるかなというところでございます、えー、それからもう一つですねプロ野球の普及発展と球場感染の価値向上というところでございます、えー、こちらもですね、えーとまあ、メインにはなっているんですけれども、まあ、こ,のこちらの丸1 ○ 2、えー、両方の目的に照らしてですね、えー、この規定が作成されているというような構造になっています こちらの規定ですけれども、基本的にはですね、禁止事項が定められた規定になっています。なので、まあ、この規定をもってですね、何がダメですよっていうのがまあ記載されているということですね。で、えーと、禁止されていることはですね、主に2つに分類できます。1つ目がですね、写真、動画等の撮影、録音、データ取得に関して、えー、ですね。で、まあ、こちら撮影部分になっています。で、もう1つがですね、右側の写真、動画等を配信、送信、 いうことに関してということで、まあ、撮る方と,、えー、とそれをアップロードする方この2つにですね分かれてそれぞれに禁止事項というのが記載されている構造になっていますでこの規定ではですね写真動画等という文言が出てくるんですけれども、まあ、その文言の定義について、えー、記載されています写真動画等というのはですね写真動画画像音声および、えー、第,6条第6号にですね定める試合データのことを言っています試合データっていうのがですね 投手1球ごとの投球のコース吸収球,球速に関する情報および打者の1球ごとの結果に関する情報打席ごとの、えー、打撃結果に関する情報得点に関する情報等ということでございます。まあ、あの6 6に関してはほぼスポナビの内容みたいな形になってますけれども、まあ、あとこういったですね、えー、写真動画等についての取り扱いについての、えー、規定になっています。 では、そういった、えー、写真、動画等について、まず撮影部分ですね、えー、撮る方の、まあ、撮影、録音、データ取得に関しての禁止事項ということが、えー、まず記載されています。ね、撮る方なので、えーとまああの、大きく2つですね、試合中と、えー、試合中以外、まあ、試合中も含めた時間という2つ、えー、の記載項目がありますで、えーと。上のですね、試合中に関してはですね、まあ、試合中の定義もも,もちろん、 あってこれで試合中っていうのかって感じなんですけれども、えー、公式練習開始から試合後のヒーローインタビューまでの時間のことを指します。で、えっ、ー、とこちらに関してはですね、禁止事項、えー、も球場内でですね、あのまあ、入っちゃいけないゾーンに入るなとかですね、えっ、ー、と三脚とかでですね、パソコンとか使ってガチで写真撮るなとかですね、えー、と客席でですね、あの観戦の妨げとなるような撮影をするなとかですね。 えっとまあ球場にですねまあそういった撮影機材を設置するなとかですねあのー、まあ出口とか通路に居座るなとかフラッシュを使用するなみたいなところが書いていますまあこういったですね試合中にはこういった行動を通じてえー、その撮影録音データ取得を、えー、行わないでくださいということが書いてありますこちらですねえっ、ー、とまあで 深いカメラ、バズーカみたいなカメラ使って、まあ、他人の迷惑になるぐらい、えー、ま、派手に撮影してる人たちはもちろん、えー、ま、こちらで禁止される事項に該当しますので、え、これ以降は撮影できませんということになりますし、えっ、ー、と、またですね、えっ、ー、と、他球団の、ま、スカウトと、えっ、ー、と、メジャーのスカウトとかですね、まあ、そういったですね、人たちの、ま、データ取得に関しても結構ですね、まあ、制限されるのかなというような印象がございます。 はい、それからもう一つですね、えー、二つ目、下の部分ですね、えーと、試合中またはそれ以外の時間帯問わずというところでございまして、これはですね、球場内にとどまらず、まあえーと、球場管理者の敷地内ということで、まあ、球場周辺の土地で球場管理者が、えー、管理している土地に関しても、えー、この規定が適用されるんですけれども、えー、選手、コーチ、選えー、選手コーチ監督、えー、また観客並びに主催者の職員に迷惑を及ぼす行為というところだったりですね、 えーとまあ、職員とチアリーダー販売店、えー、その他球場関係者特別応援、えー、許可を受けた応援団およびえー、他の観客に対してですねその体の一部を拡大また強調して撮影する行為といったところだって身元が明らかになるようなところは、えー、撮影するというのは NG ということになっています。 で、でで、これあののの撮影自体のですね、禁止事項なのであのアップロードしなきゃいいとかそういう問題じゃなくてですね普通にこういう撮影ももうダメですということでございますので、えー、そこら辺はご注意ください。ということで、えー、と撮影に関してはこれしかですね規定がありませんので、まあ、基本的に。 ここのなんか常識的なです、ね、範囲内でであれば、まあ、撮影はと、OK、ということですねただアップロードに関しては別の禁止事項がありますので、まあ、そちらはそちらに従ってくださいただあのアップロードしないで自分で楽しむ分にはですね、まあ、この他人に迷惑がかからないようにというところを意識していただければ基本的に自由に撮影していただいて全く問題ないと思いますえですしまあ他の人がですね撮影していても、まあ、なんで撮影してるんだ っていいいううう撮影禁止だろうということこにはならならんですねやっぱり撮影自体は全然あのこの禁止事項に書いてあることぐらいしか禁止されてないのでそれになってなければ、まあ、全然撮影して何の問題もないということでございます。はいということで撮る方に関しては先ほどの禁止事項だったんですが次はですねそれを、えー、とアップロードする方の、えー、話になっていますで。アップロードに関してこちら配信送信という言葉の定義についてまず えー、設定されてまましたたのでこちら見いいと思います、えー、と配信・送信とはブログや SNS 動画投稿共有サービス、えー、電子検示板ファンサイト等においてインターネット回線を通じ写真動画等を不特定多数に向けて掲載・総発信・共有等する行為およびインターネット携帯電話を通じたです、ね、送信行為を言うと、えー、なおですね該当配信・送信行為は給場内で行うものに限られないというふうに記載されています。 こちらですね非常に大事な定義になっているかなというふうに思います。あのもちろんですね、YouTube、Twitter 関係なくですね、SNS にですね、投稿するということももちろんですし、まああの、2チャンネルとかですね、ファンサイトというところについても、えーまあ、こちらアップロードに関しては、こちら定義に該当しますよということでございます、えー。さらにですね、球場内だろうが、球場外だろうが、この、えー、規定は適用されますということでございます。 はいでは何がですねダメなのかそのアップロードに関して何がダメなのかというところを、えー、記載されていますでこちら禁止事項の前にですね無条件で OK になる条件が、えー、記載されています、えー、配信送信 OK の項目ですね一つ主催者が承認した場合ですね これであればですね、えっ、ー、と、どんなものでも、まあ、OK ということですね。まあ、基本的に、えっ、ー、と、テレビ中継してるものも、まあ、主催者が OK 出してるものですよね。それから、まあ、パリーグ TV みたいなのもそういうことですよ。ドラマチックベースボールとかも全部ですね、まあ、主催者が OK を出してるものなので、まあ、それに関しては何の問題もございませんということでございます。 それから2つ目ですね、えーと、家族、友人、取引先、その他これらに類意するですね、特定のものに向けた配信・送信であって、かつ行として行われず、えー、主権者が有するですね、権利及び法益を侵害しないと認められる場合ということで、えーとまあ、家族 LINE にですね、いや、さっき近本、ホームラン打ったんだよ、この動画見てよっていう動画をアップロードするとかですね、 えー、そういった動画に関してはですね、まあ、制限はありませんということですね、えー。今まで通りどうぞやってくださいということでございます。はい、それからですね、この下の NG、えー、以外はですね、送信 OK ということになってますので、えー、と下の禁止事項の方法をですね、詳しく見ていこうというふうに思います。 でこの NG の方はですね、5つ項目がありまして、まあ、この5つどれにもですね、えー、該当しなければまあ OK ということになってますので、えー、まあ1つずつ見ていこうと思いますで1つ目がですね、全、えー、2項で禁止する、えー、行為によって取得された動画音声画像試合データということでございます 全日行っていうのがですね、まあ、先ほどの撮影に関する項目の話をしていますので、まあ、先ほどのですね人に迷惑をかけるような撮影とかですねダメなところで撮った撮影とか、えっと、体の一部強調して撮った撮影とか、まあ、そういったことは、えー、そういった形で撮った撮影まず撮影自体も禁止してますしアップロードも禁止ですよそういったことでございますそれから2つ目ですね、えっと、ボールインプレー中のプレイヤーを撮影した。 と,いうところとカッコさんボールイン中のプレイヤー以外を撮影した動画のうちというところで、えーとまあ、ちょっと何を言ってるかよくわからない人もいると思うのでもうちょっと詳しく説明するんですけども、まあ、こういったですね動画は、まあ、NG ですよという形になっています。はいということで詳しく説明します。でまず、えー、とボールインプレーという概念なんですけれども、まあ、あの審判がプレイの っって言って言野球はですねまあ再開するというか始まるんですけれどもそこからですねボールデッド、まあ、例えば球交換するとかですね、まあ、あとはあの、まあ、タイムかけたりということになると、まあ、試合のですねプレーが止まるんですね。そのプレーが始まってプレーが止まるまでの期間のことをですねボールインプレーというふうに言いますけれども。 まあそ,のえー、そういった概念をですね、前提にこの議論が始まっていきます。で、ボールインプレー以外、えー、とボールが、ボールデッドか、まあ、タイムがかかっている時間帯に関してはですね、えー、プレイヤーだろうがですね、プレイヤー以外だろうが、えー、配信送信は OK というふうになっています。まあ、例えばですね、雨天中断中の牧集合の様子とかですね、別にアップロードしても問題ないということですね。えっ、ー、と、まあ、えー、投手交代中のですね、えー、応援団の応援風景とかですね、 別にアップロードしても問題ないということになっています。はい。あの、それ以外の条件が満たしている場合ですね。えっと、それ以外の条件は後で確認しますけれども、もちろんそれ以外の条件でダメだったらアップロード NG なんですけれども、まあ、基本的に、えっと、基本的にはという話をしています。はい。ということで、ボールインプレー以外でしたら、まあ、基本的に配信、そうして OK なんですけれども、えっと、プレイ中ですね、えっと。本当にプレイが始まってしまった後に関してはですね、えっと、プレイヤーの 配信送信送は NG といいう,うになっていますでプレイヤーっていうのはですね、えーとまあ、ピ,ッピッチャーバッターキャッチャー、まあ、野手含めまして、まあ、本当に野球に関わっている人たちえー、ともうその野球のプレーを実際に行っている人たちのことを言います。えー、なのでですね、えー、例えば、えー、とライト守備中のですね周東、えー、選手の動きとかですね、えー、SNS にアップするのは、えー、とプレー中でしたらダメということになりますし。 まああのこの後ですね細川,細川選手がですねさよならホームランを打ちましたっていうのを外野席からですね取った様子をアップロードするということもですねまあ外野席からですね取ったとしてもですねえとその細川選手がホームランを打った瞬間はプレー中ですのでえと NG ということになっております。はい、で逆にえとプレイヤー以外ですねえと例えばまあベンチにいる人たちとかですねえのことだと思いますわあとはあの審判とかですね えっと、まあ、外野席で応援している人たちとかですね。まあ、応援団の人々、まあ、そういったことを想定するんですけれども、まあ、そういった人たちのですね。えー、撮影するということに関してはですね。まあ、撮影自体は問題ないんですが、アップロードに関してはですね。えー、っと、百四十秒以内ならオッケーですよというふうになっています。えー、っと、百四十秒を上回る場合はですね。えー、っと、ダメということになってますので、えー、っと、例えばですね。えー、っと、ちゃんて四がですね。えー、っと、六分間続いた。 迫力の応援どうぞみたいな動画をアップロードするのはですね4分は140秒以上なのでアウトというふうになっていますしえっとプレイ中のですねベンチの様子を140秒以上映したものをアップロードするのも NG というふうになっています。はいということでえっと先ほどの条件ボールインプレートプレイヤーのについてのですね条件見ましたけれどもまあ先ほどのですねやつをですね OK と。 いう風になってもですね他の条件で NG だったら NG ですよということなので、まあ、先ほどのですねもの OK だとしてもですねえっ、ー、とこの括弧4カッ5 1に該当すればですねえっ、ー、ともちろん、えー、アップロードは NG という風になっていますで弧4なんですけれども、えー、試合中に配信送信するものという風になっていますえっ、ー、となので、えー、と140秒以内の応援団の応援風景でも試合中では NG ですよということですし えっと、雨天中、暗中のマキ秀悟の様子も、まあ、あの試合中では NG ですよということになっています。はい、で、えっと、この試合中に配信・送信するものっていうところですねわざわざ注釈がついていますのでこちら読みたいと思いますがこちらですね、えっと、注釈の方ではですねライブ動画およびライブ音声並びにリアルタイムでのですね試合データの配信・送信を含むというふうに書いてあります。 えっと、こちらですね、わざわざ記載しなくても、えっ、ー、と、まあ、その内容を含むだろうなというのは、なんとなく想像できるんですが、わざわざ記載があるということで、こちらは明確に、えー、禁止したいという項目になっています、えーと。なのでですね、ライブ動画、まあ、例えば、あのー、広島東洋カープのですね、松田スタジアムの試合の様子を、まあ、あの、一級速報みたいな形でですね、 えっと、スポナビは許可をもらってるからもちろん問題ないんですけれども、えー、YouTube 上でですね、観、え、戦、ー、ライブしますっていうような形で、まあ、試合映像がなかったとしてもですね、えーっと、データとしてですね、今ランナーが2塁に手ばった、えー、誰々で、えー、今ワンボールワンストライクでみたいなですねライブ配信をするといったこと、まあ、音声についてもそうですね。はい、ということでリアルタイムで試合データの配信送信に関しても、 まあ試合中であれば NG ですよということが、えー、掲げられています。はい、こちら明確にですね、えっ、ー、とライブ配信みたいなえっ、ー、と業態のことをつぶ、えー、しにかかっているなということでございます。こちらはですね目的のえっ、ー、と主催者のですねえっ、ー、と権利を保持するという意味もありますので、えっ、ー、とまあ、こちら目的のですね、えー、に照らして、えー、こちらは絶対に、えー、禁止したいというえー、そういった意図が見えるかなというふうに思います。 はいそれからですね括弧後明らかに営利を目的とするものというふうになっております。えーともえー、とこちらの項目がですね適用される場合は、えー、もちろんアップロード禁止というふうになっています。はいということなので、えー、140秒以内の、えー まあ自分を映した動画であってもですね AD を目的とした動画であればアップロード NG というふうになっていますので、えー、と救助感染 Vlog 系のですね動画を上げている方もですねアップロード NG、えー、と収益化を目的としている場合はですね NG ということになりますまあその他ですね応援団の動画とかですねえー、と雨天中団中の牧集合とかの動画も、えー、と収益化を目的としたアップロードであれば NG ということになります はい。ということで、えー、まとめると、アップロード OK なのはですね、主催者が OK 出してるか、まあ、あの家族に LINE とかでですね、えー、送るとかであれば OK なのと、あともう一つは、えー、と収益を目的としないで、他人に迷惑をかけないで、えっ、ー、と、プレイ中以外の、えー、時の動画か、もしくはプレイ中だけど、えっ、ー、と、プレイヤー以外を映した140秒以内の動画、 で、えっ、ー、と、試合中じゃなければ、まあ、アップロードしていいよということでございます。はい。えー、真面目に解釈すると、インスタのストーリーで、えー、試合中に動画をアップロードするのも、まあ、NG ですね。試合中であれば NG なので NG だと思いますし、ま B リアルも NG ですね、はい。試合中であれば NG かなというところでございます。えー、試合前に、まあ、あの、今日はここからっていう形で、 今日の座席から見える風景をですね、アップロードするのも、まあ試合前であれば、まあ試合中であればですね、NG ということになります。ヒーローインタビューの後であれば問題ないかなということでございます。ということで、えっ、ー、と、これまでがですね、えっ、ー、と、まあ規定の内容ということになっています。まああのー、 まあ、結構厳しめの内容かなというふうに思いますけれども、まあ、あのアップロードできないことはないので、えーとまあ、撮影もです、ねえー、特段禁止されているところは少ないので、まあ、撮影、アップロード、えー、皆さん、えー、規定の範囲内でですね、楽しんでいただけるといいかなというふうに思います。えー、と今後の課題というところで,ですね、えーと、少し整理してみました。これはですね、えーとまあ、今後、ここら辺が論点になってくるかなというところを記載したものになっています。一つ目がですね、適用範囲の問題ですね。えー、と試合 感染契約約款に、まあ、ひ紐付いてる、えー、ものであるというふうに先ほど言ったと思うんですけれどもこちらはですね試合、えー、感染契約約款の第2条にて、えー、試合契約試合感染契約は試合感染を希望する者が正規入場券を取得した時にですね本,、えー、本約款に基づき成立するというふうに記載がありますのでえっ、ー、と その契約約款の下についてる規定なのでこの規定が契約をしていない人間つまり入場券を買っていない人間に対してこの規定が適用されるか効力を発揮できるのかっていうのは疑問ですねつまりあの先ほどのライブ配信に関してなんですけれども、えー、とこちらの規定であのライブを、えー、禁止するっていうのができるのかどうかっていうのは少し疑問かなというふうに思いますまあ実際あのなんか他のルールでですね 禁止するのはできるかなというふうに思うんですけれどもこの契約約款の株構造で、えー、とそこまで範囲を広げて。 禁止っていうのができそれから2つ目罰則規定の問題ですけれども本規定はですね禁止事項を羅列した規定になってますのでこれを破るとどういう罰則が待っているのかというような、ね、記載が全くありません。これはですね今後運用の中で決まっていくと思うんですけれども、まあ、こちらはですね注目かなというふうに思います。 はい、ということで、えー、とまあ、分かりやすくですね、解説したつもりですがもし分かりづらかったらです、ね、コメント欄で質問いただければ回答、えー、私が回答していいのかはあれですけれどもはい、わかる範囲で回答しようと思いますのではい、皆さん是非、ねえー、楽しいプロ野球観戦ライフをですね、この動画を参照しながら、えー、送っていただけるといいかなというふうに思います。